はい、皆さんこんにちは。今日は月曜日です。ここ1週間のアップルに関するニュースや噂についてまとめていく、スライドショー動画でございます。で、まあこの1週間っていうとね、やはりパブリックベータ版が出たりとか、まあそのあたりがね話題の中心だったと思いますけど、結構 iPhone と MacBook Pro と iPad に関する情報も出てきています。それではいきます。はい、ということで、まあ、新製品で言うと、私もレビュー動画上げましたけども、Apple Watch のバンド、インターナショナルコレクションというのが、ね、出まして、まあ、これが新色22色ってことで、まあ、この文字盤と合わせてですね、リリースされております。で、iPhone に関することも結構出ていまして、これ日本時間だと本日のニュースですね、Mac Rumors、Mac さんソースとなっていますが、こちら iPhone 13は逆充電用の大きなコイルが内蔵化ということで、なんかその次期 iPhone のワイヤレス充電用のコイルが大きくなることを計画中だってことで、まあそれによって熱管理が改善したり、ワット数が増えたり、あとは逆充電ですね。まあ例えば AirPods とかね、そのあたりを充電できる、まあ道が開かれる可能性があるってことで、マグネットも強化化できるんじゃないかとしているようですね。ただし、ブルームバーグのガーマン記者は、過去にですね、逆ワイヤレス充電機能が iPhone につく可能性は低いとしていまして、iPad Pro への可能性が、示唆されていたってことで、まあこれ、まあ一つの選択肢としてはね、逆充電追加はいいことですけど、ただまあ iPhone のバッテリー限られてるんで、まあそれをまあ使ってしまうのはどうなのかという部分もありますけどね、まああくまで選択肢としてはね、あったら嬉しいは嬉しいでしょうかね。まあ、これ、ワット増とかには期待したいところでございます。はい、その iPhone 13と近いタイミングで出るであろう iOS 15ですけども、これ WWDC ですでに予告発表されていますけども、で、まあ、これのパブリックベータ版が開始したってことで、まあ、それ以外には iPad、tvOS、watchOS 8なんかも出ていますね。で、まあ、これいち早く秋の正式版の機能が試せますけども、まあ、これあくまでもね、ベータプログラムの一環として出しているものなんで、まあ、テストとね、不具合のフィードバックが目的なんですね。なので、Apple 自身もサブ機などで使用を推奨しているということで、守秘義務もあったりします。で、まあ、このチャンネルでもね、設定方法とか戻し方の動画を上げてるんで、そちらぜひご覧くださいませ。iPhone に関する噂はまだまだ出ていまして、6月30日、Mac Rumorsですが、台湾デジタイムスソースですね。で、まあ、台湾の情報筋ってことで、ミリ波アンテナの追加サプライヤーを募集しているようでですね、これミリ波 5G のこの iPhone 12 モデルっていうのは、まあ、アメリカだけだったわけですけど、この秋の、まあ、iPhone 13 では、世界のより多くの国に拡大を計画しているってことで、なんかそのラインナップの中での6割ぐらいまで引き上げようとしているのが、まあ、ミリ波対応のものらしいですね。まあ、日本だとね、ドコモが積極的に基地局を作ってる印象がありますかね。で、まあその iPhone、まあ、13と書かれていますけども、まあ、結構ここ1ヶ月2ヶ月で、いろんな外観に関するリークはね出ていますけども、まあそれの追加という感じでですね、6月30日 Mac Rumorsで、ドゥアン・ルイさんという、リーカーソースのものですね。で、まあリークを元にしたと言われているダミーモデルが、まあ、写真として公開されたってこと で、これ標準サイズの iPhone 13に斜めのデュアルカメラってことで、12ではね縦に並んでいましたが、まあそのあたりが違ったり、まあ前面に小さいノッチになるとかっていうことがね確認できたということで、まあそんなんでね、まあだいぶ形は見えてきたのかなというねところですけど、まあこれは多分ケースメーカーが作っているダミーなんだとは思います。で、カメラの進化については、このアナリストのクォー氏は以前からねいろいろ情報を出してきていますけども、今回新たにレポートをまたまとめたようですね。6月27日 95Mac でクォー氏ソースということで、で、まあ、iPhone 13 Pro にはオートフォーカス付きの超広角レンズが搭載ってことで、今までは固定焦点だったんですよね。で、それが特定の物体に焦点を合わすことが、できるようになるというねことですよね。そして、6エレメントになり、より良い写真とビデオ、そして暗所が改善されるということですけど、ただまあこの超広角についてはプロモデルのみということで、2022年に全モデルに搭載されるのではないかということですけど、まあ、明確にねプロとスタンダードの差っていうのはまあ出てきた方が、より買いやすいというね部分はあるかもしれません。
はい、で iPhone についてはですね、 iPhone12 シリーズがかなりここ7ヶ月で売れたというね話が出ています。これカウンターポイントリサーチという、まあ、リサーチ会社のレポートですけども、でこれまあ好調と言われている12シリーズ、4月についに累計の販売台数1億台を突破したということで、これが11シリーズよりも2ヶ月早かったそうなんですね。でまあ、このペースは 4G へ切り替え機の iPhone 6と、ね、同じようなペースで売れたということで、まあ、やはり、ね、この、まあ、通信の変化っていうのは結構、ね、この要素となるんだなというところ で、まあ、これ 5G やっぱり、ね、大きかったのかなという話ですが、でこのアメリカではですね、12 Pro Max が 40% も、ね、占めているそうで、世界全体だと 29%、 11 Pro Max よりも、まあこれね、4ポイント多い構成比となっています。結構やっぱ Max ってね、アメリカですごい売れてますけども、まあ、やっぱミリ波のバッテリーの持ちの関係とかもあるのかなというのもね感じるところではあります。はい、でここからね MacBook Pro の話ですね。7月1日 MacRumors のデジタイムソースの記事ですけども、まあ、ミニ LED のサプライヤーが第3四半期に新しい MacBook Pro の出荷を後押ししているということ で、まあ、台湾の情報筋、まあ、サプライヤー筋ですよね、2つのメーカーがこの MacBook のミニ LED のサプライチェーンに参入したってことで、まあ、第3四半期、7月から9月に出荷量を増やすという、ね、ことを、ね、報じています。でまあ、それぞれですね、生産キャパ拡大に向けて、まあ、投資を行ったりとか、まあ、ラインを整えたりしたそう で、まあ、この記事によればですね、14インチ16インチの MacBook Pro は iPhone のイベント9月と言われているものか、その前後に発表を予定していると、ね、しているんですけど、まあ、なんかね9月説とね10月11月12月説って、まあ、2つが、まあ、先週まであったんですけど、まあ、ちょっとここへ来てね9月説っていうのが盛り返してきている感じはありますけども、2016年には9月に発表というね実績はあるにはありますよね。はい、それでまあその MacBook については、こちらも台湾エコノミックデイリーニュースソースですけども、これ6月30日にですね、台湾国内のサプライヤー筋情報として、ラップトップのベアリングの最大手メーカーがこれ今稼働率を上げてスピードアップを図ってるってことで、まあ、それが下半期に発売予定の、まあ、新 MacBook と AirPods 向けというふうにね記事で報じてるんですよね。でなんか第3四半期から大幅に強化される、まあ、この稼働率なんですけども、まあ、第3四半期というとね7から9月、まあ、そこでベアリングの部品ですからね、まあ、やはりまあ9月とか10月11月あたりに MacBook 出るのかなという感じはしますよね。まあ、これ MacBook のヒンジとか AirPods の充電ケースに使われているということで、記事では 15% 増すると予測していますね。でまあ記事の内容を読む限りは AirPods 第3世代とか MacBook Pro とは確定できないもののですね、まあ、他のメディアの引用記事で言うとそのあたりだというまあ憶測が広がっているようですね。それでまあ AirPods Pro はどうなのかという話になると、これはやはりね来年という話になっているようで、こちら MacRumors のクオ氏のレポートソースの記事ですね。でこれまあ来年第2世代の AirPods Pro がまあリリース予定ってことで、なんか今年の残りの期間については予想よりも低い需要なので、まあ、これがレポートではですね、下方修正をしたりしているようですけども、で、まあ、ただ来年第2世代の AirPods Pro が出て、まあ、出荷台数は1億台を超えるんじゃないかとしているんで、まあ、これブルームバーグなんかもね先月フィットネス用の、まあ、センサーが入るなんて予測をしていましたけどね。で、まあ、クオシ自体はその前の AirPods 第3世代の話は出してきていません。で Mac に戻りますと、次期 OS モントレーについてはパブリックベータ版が利用可能になっています。これはですね7月2日のことで iOS、iPadOS などに続いて1日遅れで、パブリックベータに、ね、リリースされたんですけど、まあ、これもねあの不具合チェックの一環なんでね、まあ、あくまでも、まあ、今回は、まあ、このサブ機に入れてくださいということはね、まあ、これね口を酸っぱく言われていることではありますけども、なんか今回のバージョンにユニバーサルコントロールっていうね、あの iPad とね Mac をまたいだりする機能はまだ入っていないみたいです。はい、そしてまあここ1週間っていうとね、やはり Windows 11がね結構まあテック系では話題の中心だったかと思うんですけど、パラレルデスクトップが、
動作を確認して完全互換へのね動きをしているということですね。7月1日のマックルーマスアイモアソースとなっています。で、仮想デスクトップ、パラレルデスクトップですけども、なんかもうね早速テストをねしたらしいですね、インサイダープレビュービルドでね。で、それによると、一応動くことは確認したようですけども、完全な互換性を提供するために調査に前向きという、ね、ことで、で、これブートキャンプ、ね、できない Apple Silicon の Mac の場合には、これが唯一の選択肢となっていますからね。だからこれはあとはね、プリインストールじゃなくて、この普通に一般で売るバージョンのソフトウェアがどうなるのかってね、ところですよね。これ Windows 10でもね、まだ出てないですからね。それで Mac 関係、MacOS については OS X のライオンとマウンテンライオンが無料化されたってことで、これ6月30日のね、95Mac の記事ですが、これ11年、12年にリリースされた2つがですね、その時はね、有料で、ずっと有料で売り続けていたんですが、この度無料となったという、なんかちょっと今更感の強い話となっています。で、iPad 関連ですけども、これ7月2日の日経アジアです。Apple は来年にも、3ナノメータープロセスのチップを採用するかってことで、情報筋からとしていますけども、これ Apple の iPad がこの3ナノメーターテクノロジーのプロセッサーを搭載した最初のデバイスになる可能性が高いってことで、で、なんか3と5を比較すると、こちらパフォーマンスが10から 15% 向上して、消費電力は25から30削減するそうです。で、来年の iPhone についてはスケジュール上中間の4ナノメーターと、ね、なると記事ではしていますけども、でなんだか記事ではインテルも自社設備が整うまでは Apple と同じ TSMC を使ってですね3ナノメーターに取り組んでいるらしいってことで、ちょっとねすごい時代になってきていますね。よりきめ細かいトランジスタの配置ということでね、昔トランジスタ1個のラジオを作ったりしていましたが、それがはるか昔に感じます。はい、で iPad に関することはね、もう一つ韓国のザ・エレックというところが6月30日に報じていますが、2022年23年にかけて、OLED有機 EL の iPad が発売されるんじゃないかということ で、 22年には 10.86インチ、これつまり iPad Air の後継とねされているようですけども、これがサムスンがサプライヤーで出るという、ね、ことですね。でこちらねブドマリンがいいらしいんですよね。で翌年の2023年、こちらはおそらく iPad Pro なんでしょうけども、2サイズ出るなんていうね、計画を進めているようだということ で、 でなんだかねこっちについてはのフレキシブルな OLED になるようで、設計の自由度が高いらしいですよね。ベゼルも、薄くというかね細くなる可能性があるということなんで、結構 iPad はね楽しみな話も多いんですよね。でお次はね、アップルに関すること2つですね。こちら6月30日マックルーマスですけども、12月30日まで、プロダクトレッドのね、レッドとのパートナーシップを拡大するってことで、これ2006年にね、始まったパートナーシップだそうですが、これ元はですね、収益を寄付するっていうことで、サハラ以南のアフリカでの HIV 対策のですねサポートだったんですけど、今ですねこれ12月30日まで延長して、このコロナですよねの対応にもね振り分けるというね話なんですけど、各種デバイスとか、ケースなどで出ているレッドでございますが、これ寄付やね支援に非常に積極的な姿勢にはね頭が下がりますね。で最後、6月30日 95Mac、 ブルームバーグのガーマン氏のパワーオンというニュースレターがソースとなっています。これアップルが人材の採用と維持に苦労してシリコンバレー外にも分散しようと計画しているそうです。で何でもねこの対面での仕事に復帰する計画っていうのは、社員が結構反発を示しているなんて話で、そんなこともあって分散化に向けた取り組みを強化しているそうですね。何でもシリコンバレーに重点を置くとどうしてもね他の競合企業との、この人の奪い合いになるみたいで、そのせいで運用コストも高い上にですね、あとはサンフランシスコは結構ベイエリア生活費が非常に高いんで、それを避けたい人材がもう逃げていくというねところで、そんなんでなんかシリコンバレー以外でも事務所をね作ったりとか採用を行うような検討をし始めているみたいですね。テック系結構ね人材確保は大変みたいですよね。
はい、ということで、まあ iPhone に関してはね、まあ着々と進んでる感もありまして、まあ新しい機能がね、どんなもんかもだいぶ出てきてしまってはいますけどね。まあおそらくサプライズもね、あるでしょうから、そこは期待したいところですけども。まあ一番わかんないのはね、やっぱり MacBook Pro ですけどね、ここへ来て、まあなんか9月にね、発売の可能性もちょっとね、また浮上してきたようなね、感じもしますんで、まあそのあたり、まあやはりね、部品のサプライヤーが結構加速し始めているというね、話も出てるんで、まあちょっとね、まあしばらく待たないといけないのかもしれないですけども、まあね、期待していきたいと思っています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。